えー、こんにちは速化事故の久保です暗号通貨ニュースの中のエイダニュースですね、えー、最近はエイダのテクニカルをお話ししているんですけども、まあ、私がねエイダの放送を再開したのがどこだったか覚えてますか、えー、9円を超えるかどうかっていうこの辺りだったです このレンジがあるうちに私は放送しようかなと思いましてこれをブレイクしたら早いなと思っていたんですよ10円を突破して10円から11円の間でボックスを書きそこからまたブレイクして14円15円を目指すんではないかということをまあこのね2週間つらつらと申し上げていたわけですけどもお話ししたようにそうですねえと9円をブレイクして10円に行った後は10円からのボックスを作りましたね10円11円のラインでこれがきっちりとボックスですでここをブレイクして ブレイクしたらどうなるかというと14円、15円に向かっていったわけなんですけども現在調整が入ってちょっと下がってますよねでこの後もうお分かりですよね、えー、絶対そうなるとは言いませんけどもこの調整の後にもう一発来るという、ね、この N を書いてくれるんではないかなというのが私のテクニカル理論です、まあ、どちらにしても、ね、9円の時にきっちりと仕込むことができれば今は大体1.5倍になってるわけですよですのでここで例えば、ね、100万買ったとするじゃないですか そしたらどうなってるかってことですね。今頃150万前後で、50万の利益がこの2週間で抜けてるはずなんですよ。だからこういうふうに考えていくと、いかにね、i c o を狙っていくことが、まあ、バカバカしいのかってことが分かると思います。まあ、i c o を散々、ね、私はね、手を出すなというふうに申し上げてきて、もう早何年になるかなというところなんですけども、うん、ADA に関しましては、テクニカルできれいに動くのが、本当にね、今までお話した通りですよ。うん、だから FX で 何年かかってもテクニカルを手に入れておきたいなと思って、現在私はね、ドル円の FX はまあほぼ無敵ということになりました。まあ、無敵とは言いながらね、ぐずぐずするときがあるわけなんですけども、無敵ってのはどういうことかって言ったら、とりあえずマイナスがないってことなんですよ。マイナスがないけども、リハもそんなに取れてないです。 まだね、年間で1000万突破したことはないぐらいの、本当にね、まだまだしょぼしょぼでございますけども、まあでもね、4500万だったらあ、利益をね、作っていけるかなというふうに踏んでます。そのぐらいの小さなレベルですけども、まあ、マイナスになることはないかなと、FX やテクニカルで、もう今後、生涯マイナスになることはないかなってところまで行きましたんで、あとは度胸とね、えー、さらなるエントリーポイントの、 発見に努めていいくこととだけかなと思いますまだまだ、ね、エントリーする回数が私の場合少ないんで大抵の場合はポジポジ病って言ってエントリーを減らせっていう風に初心者の間は言,言われるんですけど私の場合は慎重に慎重を重ねてあと気づかないこともまだまだ多いんでですねエントリーの回数が極端に少ないというだからまあリハバも少ないんですけどねその分ロットでカバーするしかないんですけどもさあそれでエイダの方に話戻りますけども同じなんですねエイダもね FX と同じような理屈で動いてますんで、だから上場後のコインで暗号通貨だろうがなんだろうが勝負すると、やっぱりね、このあれなんですよ金融派生商品なんですよ、この A だっていうのは、暗号通貨っていうのは、そう考えていくとすごくシンプルですよね。 で今お示ししたようにレンジがあって伸びてレンジがあって伸びてそして N を波動を描いて大きく伸びていくっていうところが見て取れますんでこれからもね私はねあのテクニカルに忠実にエダ a を見ていこうと思いますまあ私はある意味エダ a, a 信者ではあるんですけどもそれはあの a d ダによって大きな含み液を 出ていいるというとうころでエイダが大好き、そしてチャールズ・ホスキンソンさんに何度かお会いした中で、えーまあ、英語は、ね、あんまりよく理解できなかったんですけど、も、その人柄と、まあ、ギャグのセンスとかね、なかなかこう、もしかしたら気が合うんじゃないかなってところで、それ以来ずっとファンなわけですけど、も、そういう部分はありますけど、も、ただ、チャートを見るときは信者でなくてね、願望ではなくて、単なるマシーンのようにテクニカルを見ていきますんでね、あのー、いかに感情を排除するかなんですよ、このテクニカルを見るときは。 いかに感情を排除して事実の積み上げに忠実にいくか、理論の積み上げに忠実にいくかなんで、私はもうそれしか見てないですね。たまにね、あのチャールズ・ホスキンソンさんの動画とかを拝見すると、やっぱりエイダでよかったと思いますけども、うん、エイダに頑張ってほしいから買うとかではなくて、完全に私は利益を積みますためだけに、今、エイダのテクニカルやってますんでね。まあ、ですんで、9円を突破する前にしっかりと仕込んで、まあ、大きな含み益を得たときに。 今ね、利確をしたということで、利確したらどうなるかってことですよ。利確をしたらね、ここです、利確をすると、利確をした人とかその金額が大きければ、当然ですけど、も売りが入るんで、値段下がるでしょ。下がるんですよ。で、下がって、またあー買い頃の値段になりますんで、押し目買いっていのが効くわけですよね。で、押し目買いをするのは私の役割ではありません。私は、押し目買いをする勢力があー十分たまって、上の方向に、 もう本当に行ったとき、それにくっついていって、今までのね、貯めた利益で、さらに追撃するという形でございますね。次はだから、20円ぐらいを目指していこうかなと思うんですよ。20円になるかどうかはね、私一人の力では分かりません。なんせ、出来高が上がってくると、1人当たりの,その通貨の投入量ではね、変わりにくくなってくるんですよ。ですんで、多くの方が同じ方向に向かうっていうところを見ていかなくてはなりませんし、正確に言うと、多くの方っていうよりも、 多くの金額がですよね、人数が少なくても投入する金額の大きい、えー、そこそこの投資家さんが a イダに対して売買を繰り返していただくとそこに乗っていけるかなってことですね。えー、私もね、まだまだね、小さい金額でしか行ってないですけどもね、えーまあ、そのうちちょっと行きますよ。何百万とかではなくて、もうちょっと腰の入った金額をね、行こうかと思います。まあ、その時はあは、事後報告します。 うん、いくらになって買いますよとかいくらになって売りますよっていうのも基本的にもう言わないようにしますんでねそれによって影響を受けて損したじゃないかみたいな人がいてもつまらないですしそういう情報を与えることによって私より先に買ったり売ったりする人がいればね、うん、それもまた面白くないんでちょっとすいませんけども予告の売買はもうあのエイダに関してはしないようにしますはいでは失礼します